ラメは岩礁地帯に主に生息している魚です。砂地にもいるんですが、ヒラメが好んで、捕食する餌、小魚が多いんですが、小魚がやっぱり岩礁地帯に集まりやすいということから、ヒラメも、その小魚を追って岩礁地帯の周りに集まってきます。今日はその小魚を餌に使った、泳がせ釣りという方法でヒラメを狙ってみます。今水深、ちょっと岩礁地帯の根の上に来たんで6メートルしかありません。もう少し深いところを、移動します。あんまり険しい岩礁地帯だと、ボートが流れた時に根がかりしやすいんですね。ですから、もう少し険しくないところ、理想的なのは平根、平らな岩礁地帯、そういうような場所はヒラメすごくいいんですが、釣りやすくてですね。あるいは砂地に根が点在しているような場所、そういう場所がボートを流しながら釣りやすい場所です。でヒラメ自身は大好物の餌が表層付近を泳いでれば、海底から表層まで浮上してそれで捕食するっていうこともするんで、どの泳層にもヒラメ自身は泳いでます。ただ釣りで狙うときは、だいたいヒラメじっとしてるのはだいたい海底にへばりついている状況なんで、その付近を狙うと、確率が上がります。今水深、12メートルぐらいですね。この付近でちょっと仕掛けを下ろしてみます。今回の餌は、カタクチイワシ。こういった形で生きのいいカタクチイワシを針につけてます。では仕掛けを下ろします。でヒラメサイズにもよるんですけど、生き餌を加えたら一気に飲み込める大きなヒラメもいるんですけど、小さなヒラメの場合は加えたら、まず魚を捕らえたら加え直すっていうことをするんですね。で加え直すのに、もぐもぐやってるんで、その当たりが竿先に届きます。ただその時に竿を立てて合わせてしまうと、大体針がかりしないでバレてしまいます。ですから前あたりの段階では合わせないように辛抱強く待っていて、最後飲み込む時に大きな当たりが来るんで、そこで初めて合わせるということをしてください。で水深変化があるようなところでは、こまめな底出しの取り直しが必要で、とにかくボートが流れて水深が変化した場合には、それに応じて海底から2メートルぐらいの範囲を泳ぐように、棚を修正する必要があります。今水深 13.2 メートル、低質判別機能で、海底が小石だっていうことを表現しています。あ、ちょっと当たってますね。今前あたりが来てますね。わかりますかね、竿先。ちょっと波とボートの揺れによる、竿先の動きと違った特殊な動き方をしているのは、だいたい前あたりです。食い込むのちょっと待ってみましょう。ボートの揺れをロッド、竿を使って吸収しないと、ヒラメが加え直している段階で違和感を感じたら吐き出しちゃう場合があるんで、今当たってますね。そこだけ注意する必要があります。吸い込まないですね。ちょっと今日海面波立ってるんで、ボートの揺れが、当たってるんですよね。前あたりなかなか食い込まないですね。小さなヒラメかもしれないですね。まだ食い込まないですね。当たってるんですけどね。ちょっとテンションかけてみましょうか。
ってる当たってる当たってる当たってる、いいかな、もう、うー、食い込まない、もう合わせてみますか。よし、乗った乗った乗った、ちょっと今我慢しきれずに合わせちゃいました。あ、来ましたね。重量感あります、ね、あ、本命ヒラメです。そんな大きくはないですけど、狙い通りヒラメゲット。親針がガッチリかかってます。あんな感じで前あたりがあってから実際に食い込むまですごい時間かかる場合があるんですよね。特にあのボートが揺れる場合、あのヒラメが違和感あってなかなか食い込まないんですよね。そこを辛抱強く、あのロッドであのボートの揺れをうまく吸収して辛抱強く食い込むのを待つっていう、ちょっと私も最後我慢しきれずに合わせちゃいましたけど、でも張りがかりしてくれてよかったです。